はい、どうも、さんこんにちは、もち TV です。今回もウィニングレバープル2019やっていきましょう。ということで、今回はですね、金玉のムバッペということで、金の選手でムバッペに似てる選手がいるということで、左ミッドフィルダーのラッシュフォードですね。左ミッドフィルダーだっけ、ラッシュフォード。はい、ラッシュフォードは、センターフォワードと左ミッドフィルダーが濃い適性あるんですよ。なるほど。で、89なんですね、総合値が。うん、まあ、センターフォワード、左ミッドフィルダーで、ポジショントレーナーをつけるとですね、また左ウィングとかできるんですけど、まあ、主にセンターフォワードと左ミッドが、まあ、適正ポジションということになってて、左ミッドフィルダーの方が速さが生きるのかなというのがあるんですけど、うん、65レベルの能力値なんですけれども、うん、まあ、ボールコントロールドリブルとかが非常に高いんですけど、まあ、CF だとこの決定力だと物足りないけど、左ミッドフィルダーだったらすごい十分な感じが十分ですし、まあしますね、ここですよね。このスピードと瞬発力、うん、そしてキック力がね、結構ラッシュほどあって、やっぱスピード瞬発に至っては瞬発は確かレベマの、ムバッペと同じ、うん、ちょっとスピードが負けてるといった感じなんですけど、エッジダウンとドロップシュート持ってて、まあ、一応プレイスタイルがラインブレーカーと、まあ、ラインブレーカー発揮されないですけど、まあ、ムバッペを2体使えるみたいな感じで、ね、今回ね、はい、動画撮れていけたらいいかなって思うんですけど、スピードがなんか1負けてるぐらいですね。ただまあムバッペに近いと、近いですね。非常にエッジダウンを持ってて、まあ、結構ね、似たような動きするんですよ、ムバッペと。うん、で、まあ、ムバッペの場合は、ラインブレーカーじゃないんですけど。ラインブレーカーだったね。ムバッペはね、ウィングストライカーなんで、ね。あ、ラッシュフォードがラインブレーカーなんで、ちょっとプレーのね、うん、そのそこは違うんですけど、結構似たようなドリブルの仕方とかもするんで、まず1戦目はですね、クロップでやっていきたいと思います。てか、相手はルイス・アルベルト・ロマンですね、こちら。3センターバックの左上がらせてるタイプ。ロマーリオいますね。はい、まあ、ロマーリオ蹴ってる高いからね。本当に。でもう下にはネイマとかいて、うん。ということで最初はクロップ監督でいきましょうと。いった感じで。ウイングはでも適性はないんだよね。ないんですよ。だからセカンドトップで。ああ、なるほど。ね、まあ、使ってる。セカンドトップもでも薄いよね。セカンドトップも薄いんだけど、一応総合値2落ちて87なんで、まだ、あ、やれないことはないと。あんまでもそう考えるとクロップとかはもう敵をつければ使いたいっていう感じか。そうそう、ここですよね。さあ、早いんですよね。一歩すごい出た。そう、これがね、瞬発力の部分なんで、やっぱ瞬発98なんで、うん、ボール持って走るまでがものすごい速い選手なんでね、まあ、スピード乗っても速いんですよ、96あるんで。今一歩出てたもんね。そうということで、でね、フリーキックの精度も結構あって、うん、一応81あるんで、この辺からもちょっと狙っていこうかなと。なるほど。いうことでさ、どうなる。あ、ちょっとコースずれたね。ちょっとずれてますね。これでもうちょい中に入ってたら結構いけてた感じしたけど、刺さってたかもしれないと言ったところですが、さっき切り替えて、うん、メッシ中央、メッシムバッペ、ムバさん、あーちょっとメッシだったね。そう、一回ね、あれなんですけど、うん、おー、ナイス。ここでメッシがカットして回収。おー、ラッシュほど、さすがに頑張れないけど、こぼれた。こぼれてムバッペ、うん、ちょっと若干ずれてますけど、メッシ、うん、ムバッペのヒールからラッシュフォード、ここ速さ決めていくよと。次のチェイスの速さはやっぱりスピード瞬発がね、うん、多分結構でね、180センチあるんだよね。これチェイシング持ってたっけ。持ってないよね。チェイシングつけたら面白そうだな。チェイシングつけたら面白いね、これ、うん、それとなんでサイズがあるんですよね、ムバッペよりは。まあ、比較的ね、まあ、ちょっとだけど、うん、180ぐらいと。180あるんで、まあ、ヘディングでもまあいけるみたいな。まあ、ただヘディングだと、なかなか180だと、もうね、守備の人は相当でかいから、おお、でかい、縦いくぞ。このエッジターン、ここでかわしてメッシーラストパスで、メッシーが決めていくよと。右がムバッペだっけ、左がラッシュフォード、右がムバッペ。どっちもね、エッジターン持ちです、ね。エッジターンでこう中に切り返すことができるんで、うん、でも、そんなに。なんか中切ってると外ガーッと行かれちゃうしっていうところで、結構エッジターンで速い選手っていうのは止めづらいっすね。ロナウドもエッジターン持ってるんですか。ただロナウドの場合そんなに別にスピードがじゃあピカイチかっていうとそこまででもないんで、まあ、止められるっちゃ止められるのかなって感じするんですけど、ハザールがね結構持てないんだよね、ダブルタッチとか、うん、エッジダウンも持てないし、ルーレットも持てないんだけどね。なんかつけれるのかな。え、つけられなかったっけ、ハザールって。あー怖い。ここグリーズマンに打たれちゃうというところですけどね、まあ、そこはちょっとパスミスところですね。やっぱり拾われていくと厳しいかなと言ったところですけど、ね、グリーズマンよく決めるからね。決め切る力がね、あるんですよ、うん、そこら辺はね。ここで 2-1-3-1 にしていきたいメッシ。さあメッシ、いやー、ここ抜けてきた。これがエレーラなんですよね、うん、2列目飛び出しなんですけど、エレーラの動画まあエレーラがね、タイミングよくすごいやっぱいい抜けしたんだ。一瞬ね、通販番組だったらびっくりしちゃうの、うん、これがエレーラ
商品はラッシュフォードじゃないんかみたいな。ラッシュフォードもまあ、ね、うん、いい動きはしてるんですけどさ、ここエレーラからラッシュフォード、抜けてきてシュート。あー、これ素晴らしい。これね、ST ってラインブレーカー発動したよね、確か。ST したと思うんだけど、今すげえいい裏の。あ、でも下ね、下ね。するんだよね、うん、ST はするんだよね。いい裏の抜け出してたと思うんですけど、まあ、ああいうね、ラインブレーカーの動きもできるよと。うん、続いて、ちょっと今度レーブですね、監督で見ていきましょう。さあ、相手の方433と。これは誰だろうな。クロップとネドベドがね、こうレジェンド枠でいて。クロップとクライフでしょ。あ、クライフ。クライフ。クライフとネドベドがレジェンド枠でいて、あの DMF に風見ろ。そう、今回はまあ左ミッドなんで、うん、まあ、ちょっと位置的には、左ウィングよりはまあ下がった感じで。でもまあ適正的には高いんだよね。一番高いです。うん、なのでセンターワード、あの左ミッドできるんで。まあ、左でね、あの位置高か中か、それとも縦にドリか。行きたいっすよね、そこに。さあ、さあここ奪って、マルキーニョス、アルバ、ボグバ、うん、さあここ、勝ちたい。ヘディングで。おー、ナイス勝った。下ろしてメッシ、メッシ、おー、こっちが入ってくるんだよね、サラーのところですね。今完全にラッシュフォードが上がってぐーっと上がってたんですけど、向こうに多分キー取られてたと思うんで、うん、メッシでそこを反転して決めてくる。速さがあるんで結構ね、あのラッシュフォードの縦は速いんで、うん、あの意外と警戒したりもするんですよね。なるほど。お、ここはここラッシュフォード、エッジターン、うん、エッジターンで入ってきてラッシュフォード、ロン、うん、ちょっとパスでよかったなっていうね、わがまぶりでしたけど、決めたかったね。あ、なるほどね、決めたい欲が出てしまった。でもあのエッジターンがやっぱポイントなんで、やっぱあそこをサクッとかわせるんで一枚、うん、まあ、ルーレットとかダブルタッチとかで持ってる選手は強いんですけど、エッジターンもねやっぱり強いんで、まあ、そうですね、そこはね、使っていくところがいいのかなといった感じ、うん、さあジョルダルバここですね、ラッシュでエッジターンに持ってきて、外からもう一個、おい、外からもスライを受けてくる。ちょっとお茶目だなまあでもあれだけ見せていくと縦いけるんですよ、うん、今度。なるほど。さあここでラッシュフォードがボールを受けて、うん、ここライン際、さあどうする、1回、うん、2回、はい、おーしょ、ここで決めていくよというね、このタッチラインでのドリブル、うん、ここでまず多分あれプレシーズ入ってる、うん、1人かわして、ここでもう1枚かわすと、うん、でここでね、ボディコントロールというか、体の強さが出るんですよね、うん、ぐーっとして前に行ってシュートを打つというところも出るんで、結構プレス指示、離さないとそのまま行き切ってかわされちゃうのがありますからね。あれはいかついですよね、あのドリブルできたら、うん、サイズはあるんだけどね。さあ、ここ、ちょっと、はい、ここら辺はね、このカウンター時もね、結構強いから、そう、まあ、足速いからね、まあ、左ウィングでも左ウィングでも、まあ、左ウィングってさっきST使ったんですけど、うん、まあ、基本的にはどっちでもいけるのかな。でもなんか左ミッドの方がやっぱりドリブルというか ね、 そうね、切れ込む感じにはなってるのかなっていう、うん、っていうのはあるよね。さあここ、ここでやっぱり来なければね、うん、引いてるもんね、完全に中に行っちゃうと入っていってね、これシュートも狙えるんですよ、うん、あ、当たってる相手にさらに、ね、当たっちゃったんですけど、うん、まあ、ああいう動きもできるんですよね。基本的に来なければドリブルしてって、うん、でも相手が来たならエッジターンとか使ってかわしていく。なるほど、できる。ベイル怖いよ、ここ危ないですね。しっかりカットしていくんですけど、まあ、最後にですね、うん、ラッシュフォードだけのプレーをまとめた。なるほど、あ、まあ、ラッシュフォードちょっとゴラスシーンみたいなのを、うん、あのお見せできればいいかなと。ラッシュフォードあともう一つはドロップシュート持ってる。なるほど、ぜひ見てください。ここですね、このコーチーニョからラッシュフォード、エッジターンから、うん、ドロップなんですよ、これ。これがね、えぐい。だいぶ沈んだね、今ね、高く上がってから。こう入れて、このドロップ、振り向きざまにね。そう、これもね、ラッシュフォードの強い部分なんで、本当に。ラッシュフォードだともう相手引いてるもんね。そう、相手引きますね。まあ、縦すごい強いから、ここね、コーチに当てて、ラッシュフォード、ラッシュフォード、エッジターンで入ってく、ラッシュフォード入ってく。ラッシュフォード、素晴らしい。キック力もあるな、ね、キック力もあるんですよ。88かな。でフリーキックさっき外しましたけど、フリーキックのね、数値もなめちゃあかんよと。あ、隅だこれ、はい、といった感じでね、基本的に本当にね、
何でもできるっちゃ何でもできるんですよ。フェルさんに合いそうだね。ね、そう、フェルナンド・サントスの左でもいいし、まあ、レイブでね、あの動画、あの、通して使ったんですけど、基本的に左、やっぱり。うん。中に左でこう上がって、チターンして右で打つ。このムーブがすごい強いんで、まあ、センターフォワード、ST、左ミッド、左ウィング。まあ、ここがまあ、おすすめかな、というポジションなんでね。うん、まあ、ムバッペみたいな感じで、縦にもいけるし、中に入ってシュートも出るんで、かなりね、多分ムバッペに近い動きができるんじゃないかなと。まあ、個人的に使ってて思ったんですけど、うん、まあ、身長があるムバッペみたいな。なんか最近ね、結構ライブアップでもいい感じだし。うん、そう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 。なんかもしかしたら FP？ いやー、そういうのもね、期待したい。期待したいから。選手ですけど、アプリでは、2月7日 ?2 月7日に FP がね。ちょっと遅いぞと。ちょっとだいぶ遅いぞ。感じもしますけど、はい、まあ、まあそういった感じでね。うん、まあその週に誰が活躍するかによって、そうそう、楽しみですか、ね。またわかんないんですけど、はい、まあそういった感じで FP も来るみたいな情報もあったんでね。うん、まあそういうのまでちょっとね、いろいろ、はい、まあ普通の選手でもね、まだ紹介しきれてない選手全然いるんで、まあ、まだいますからね、まあ、そういった選手を紹介していければなというふうに思います。行きましょう。さらっ